ブルーギル。ブルーギルはアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名はミシシッピ川五代湖に生息するブルーギルにちなむ。ブルーギルは1942年12月17日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年8月8日にコール夫人ニューヨーク州選出会員議員の妻によって浸水し。 艦長エリック・エルバール・ジュニア・少佐、アナポリス1934年組の指揮下11月11日に収益する。1944年に入って、キーウェストの音響学校での訓練に従事した後、ガラパゴス諸島を経て3月22日に、ニューギニアのミルーン湾に到着した。4月1日、ブルーギルは、最初の紹介でミンダナオ島、ハルマヘラ島及び、 パラオ方面に向かった。ブルーギルには、司令部から、パラオとハルマフェラの間が、特に重要であると念を押されていた。4月27日未明、ブルーギルは、ソンソロール島の近海を紹介中、レーダーに、大将の目標を探知した。当時、軽巡洋艦ユーバリと駆逐艦ユ月ズキがソンソロール、自前の陸軍兵の輸送作戦に従事していた。ブルーギルは、 その二隻を探知したのである。ブルーギルは宇宙の中を夕張と夕月の予想深度上に向かい、先行して待ち構えたが、気がつけば夕張と夕月はとっくに通り過ぎてしまい、この時は攻撃は失敗した。ブルーギルはソンソロール島に接近し、陸軍兵を揚陸中の夕月を発見。これを攻撃しようと接近中、地下内に夕張が現れた。夕張は、 夕月が陸軍兵を揚陸中には周囲で警戒していたがやがて夕月の揚陸作業が終わったのでパラオへ向かおうとしていたところだったブルーギルは初計算を訂正した上で夕張に対し距離2400メートルから魚雷を6本発射してうち1本だけが夕張に命中した命中した時はちょうど潜望鏡を下げるところで下げてから爆発音が3つ聞こえた 夕張は丸一日持ちこたえたが、最終的には4月28日午前にの地点で沈没した。攻撃直後、これも揚陸作業に従事していた、駆逐艦さみだれが反撃してきたが何も聞こうず、逆に夕月に対して、魚雷を4本したが命中しなかった。4月28日午後、ブルーギルはの地点で夕月に対して、再び魚雷を4本発射したが、これも命中しなかった。 この時も夕月の爆雷攻撃を受けたが、被害はなかった。5月1日夕刻には、ノーパラオ製法で、ダバオに向かっていた、陸軍輸送船麻生山丸、三井船舶、8811トンを発見。麻生山丸は、東松五号船団に加わって、パラオを出港していたが、4月27日に、トリガーの来撃により大破して、パラオに引き返し、仮修理を終えて、 パラオを出てきたた。ところだったブルーギルワの地点で魚雷を4本発射し、うち2本が命中したと確認される。爆雷攻撃を避けた後、翌5月2日朝に浮上して、未だ浮いていた麻生山に対して砲撃を行い、砲撃後、約1時間で麻生山丸は沈没していった。続いて5月20日、ブルーギルワの諸大水道口で陸軍輸送船宮浦丸、日本郵船。 1856トンを発見し、魚雷を4本発射する。魚雷は2本が宮浦丸に命中し、可燃物を搭載していた。宮浦丸は炎上して間もなく沈没した。2日後の5月22日、ブルーギルワの地点で9隻の輸送船団を発見して、接近を試みたが、護衛艦の爆雷攻撃で被害し、夕方になって浮上したところ、 第954航空大機の爆撃を受けて1時間の動力が止まり、火事を人力で操作しなくてはならなかった。またレーダーや電池も損傷したが、ブルーギルは応急修理の上紹介を続けた。6月7日、ブルーギルは67日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。7月6日、ブルーギルは2回目の紹介でダバを及び、 民棚を海方面に向かった。7月20日、ブルーギルワのサンアウグスティン、岬沖で、ナトリガタケ洋艦を発見して、魚雷を6本発射したが、命中はしなかった。に入り、7月22日にはの地点でセントン急個型、輸送船を発見して、魚雷を3本発射したが、これも命中しなかった。8月2日、ブルーギルワの地点でまたもや、 名取型が巡洋艦を発見する。魚雷を4本発射するよう設定して、あとは発射を待つのみであったが、視界内に入ってきた千鳥型水雷艇から猛烈な爆攻撃を受け、攻撃の機会を逸した。8月7日午後、ブルーギルワの地点で海軍徴用船山玉丸山下汽船4642トンを発見し、魚雷を4本発射。 魚雷は一本か二本が山玉丸に命中して、これを撃沈し、残る二本は海岸に命中して爆発した。攻撃後には36発にも及ぶ爆雷攻撃があったが、大したことはなかった。8月13日朝にはのサンアウグスティン岬北方五海里の地点で海軍徴用船高順丸、航海機船、1931トンと特設クセンテール BRB ミサゴ、 RB ルピア、ルピア RT ミサゴ、RT ルピア、ルピア、ルビーマル、戦争特府、154トンを発見。艦尾発射艦より魚雷を4本発射し、高順マルとミサゴマルに1本ずつ命中して2隻とも撃沈した。8月15日、ブルーギルワの地点で8名から12名の乗組員が、いる巡視船を観測する。浮上砲戦を行い、 およそ10分程度で100トン級巡視船を打ち沈めた。8月18日にダーウィンに寄港して燃料と清水を補給。8月24日、ブルーギルは49日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。9月18日、ブルーギルは3回目の紹介でアングラーと共にマカッサル海峡、スールー海、パラアン水道及び マニーラ近海方面に向かった。北上して渋谷海に進み、10月6日にはの地点で1500トン級輸送船を発見し、浮上砲船で打撃を与えたが沈む気配がなく、魚雷を一本発射して止めとした。海上トラック狩りは続き、10月12日にはの地点で樹木で偽装した3隻の海上トラックを見つけ出し、浮上砲船を仕掛けるも猛烈な反撃を受けて、 負傷者が続出した。しかしながら、最終的にはこの海上トラックを打ち沈めた。10月18日朝、ブルーギルは合流していたレートンと紹介していたところ、の、ルバング島北西25キロ地点で、空襲を避けるために、マニラから飛退してきた輸送船団を発見。最初と2番目の目標に対して、魚雷を3本ずつ発射し、最初の目標に2本命中して、撃沈。 二番目の目標と未確認目標に不確定ながら一本ずつの命中があったと判定される。爆雷攻撃を受けてひとまず期待し、昼前に朝の攻撃で損傷した7500トン輸送船と新たな目標に対して巨雷を六本射。四本が命中して二つの爆発を確認するが、直後から間隔の短い爆雷攻撃で制圧される。夕方になって浮上し、 未だ浮いていた7500トン輸送船と護衛艦に対して、魚雷を2本発射したが命中せず、続く攻撃で7500トン輸送船に対して、魚雷を3本発射し、2本が命中して、ようやく撃沈することができた。ブルーギルは一連の攻撃で、3隻の陸軍輸送船、アラビア丸、大阪商船、9480トン、鎮勢丸、北海船舶、 1999トンと白60、竜巻船、8152トンを撃沈した。10月20日午後の地点で2隻の中型タンカーによる輸送船団を発見したブーギルは先行し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。10月27日から10月31日までは、ミオスウンディ島に下がって補給を受け、11月2日から紹介を再開した。 ツールー会で行動したが目標がなく、ショークをセレベス会に変えて紹介を継続した。11月17日午後、ブルーギルはのマカッサル海峡で輸送船団を発見し、攻撃しようと体制を整えるが、間もなく護衛の第8号総海底の爆雷攻撃により、下方へ吹き飛ばされ、音響兵器が故障して、弁という弁がことごとく壊れたが、ブルーギルは過労じて持ちこたえた。 11月25日、ブルーギルは64日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。12月19日、ブルーギルは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。南シナ海では、ブリーム、バーベルラと共にウルフパックを構成して、紹介にあったが、この紹介では、遠距離に二度目標を発見したのみで、攻撃機会もなく、戦果を上げることはなかった。 その一方で、アメリカ軍のフィリピン再占領支援の偵察に従事した。1945年2月10日、ブルーギルは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。3月12日、ブルーギルは5回目の紹介で、南シナ海、ジャワ海及びインドシナ半島方面に向かった。で、旧湯の後、紹介海域に進路を向ける。3月19日朝、 ブルーギルワのロンボク海峡で小型輸送船を発見し、午後に入って魚雷を3本発射したが命中しなかった。担当海域に到着後は、ブラックフィン及びハンマーヘッドとウルフバックを構成して紹介に当たった。3月28日、ブルーギルワのインドシナ半島ナトラン北東沖で南号作戦最終船団である日88、J 船団を発見する。 e 88J 戦団には、ブラックフィンも張り付いており、やがて、ブラックフィンへのものと、応募式爆雷攻撃を、音がとどろく。ブルーギルは、注意が、ブラックフィンの肩に向いている隙を伺い、この時点で戦団に残っていた、唯一の大型船である、陸軍タンカー、大鳥南丸、打歩船、元イギリス船、ウォーサイダー、E の海運委託。 5518トンに対して、魚雷を3本発射。魚雷は、大鳥南丸に2本が命中し、魚雷の命中を受けて船尾が切断され座礁した。ブルーギルでは、他に護衛艦にも魚雷が命中して、損傷を与えたと判断した。T88J 船団は反復攻撃を受けて、翌日事実上全滅し、こうして、日本と南方の補給路は、完全に失われることとなった。 翌3月29日未明、座礁している大鳥南丸に浮上して接近した、ブルーギルは、魚雷を2本発射して2本とも命中させて、大鳥南丸をさらに破壊した。最終的には、4月15日未明に志願者を募って、大鳥南丸に向かわせ、爆破と焼き打ちを行って、大鳥南丸を完全に破壊した。4月18日、 ブルーギルは37日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。5月11日、ブルーギルは6回目の紹介で、スワ島、台湾近海に向かった。しかし、この頃には、アメリカ軍が政界権を手に入れつつあった。この海域に、日本の船の姿は、もはやなく、代わりに5月28日に、プラタス島への偵察及び攻撃を行う。プビッ カタリナの爆撃の後に浮上して、艦砲射撃を行い、12名の乗員を上陸させる。プラタス島に上陸した乗員は、島から日本海軍の守備隊が撤退した痕跡を発見した。翌日島には、正常機が掲げられ、プラタス島をブルーギル島と改名する宣言がなされた。この後、ブルーギルはオーバーホールを受けるために本国に向かうよう、指示された。 6月12日にサイパン島に寄港の後、6月21日、ブルーギルは41日間の行動を終え、真珠湾に帰島した。その後、ベアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホール中に終戦を迎え、1946年3月1日に予備役となった。ブルーギルは1951年5月3日に最終駅し、 太平洋艦隊に合流して訓練任務に就く。1952年7月7日にブルーギルは予備役となり、対戦潜水艦への回収作業に入る。作業が完了すると SSK-242 対戦潜水艦へ艦首変更され、1953年5月2日に現役に復帰する。ブルーギルはベトナム戦争にも従軍し、 1965年には、トンキン湾で偵察及びパイロットの救助任務に、今年た。ブルーギルは1969年6月28日に、退役指導日除籍された。1971年には、ハワイ島のラハイナ沖2キロの海域、水深40メートルの地点に、サルベージ訓練艦として沈められた。続く13年にわたって、ブルーギルの船体は、 海中の救助訓練に使用された。1984年11月、1ヶ月に及ぶ準備作業の後、救難艦とがブルーギルの船体を引き上げた。ブルーギルは沖合に栄光され、その栄誉を称えられながら深海へ海没処分とされた。ブルーギルは夕張を沈めた最初の紹介で、 海軍主君部大将を受賞し、第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。また、夕張を含む10隻の日本艦艇を沈めた。その総トン数は46,212トンに上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。